初めてにしては上出来よ、真壁。ありがとうございます。次回もこの調子で頼むわ。はい。この島のみんなの命もアーカディアンプロジェクトもみんなあなたにかかっているのよ。頑張りなさい。カズキ。ソシ。疲れたか。さすがにちょっとな。医療室で検査を受けたら家に帰って休んだ方がいい。ああ、そうする。じゃあな。カズキ、頑張ってくれよ。みんな無事だったようね。ええ、なんとか。カナメさん、ちょっとこっちへ。はい。父さんが、そんな、嘘でしょ。本当よ。さっきの戦闘でね。お母さんが待ってるわ。行きなさい。先生、さくらと何を話してたんですか？カナメさんのお父さんが亡くなられたの。さっきの戦闘でね。戦闘？そうよ。さっきまで外では戦闘が行われていたのよ。気づかなかったのかしら。シェルターの中では無理もないわね。ここ、シェルターなんですか？そう。ここはアルビスの地下シェルター。質問が多いわね。この状況では無理もないけど、アルビスはフェストムの目を逃れ、人類の文化を保存するために作られたの。そうね、移動要塞と言ってもいいかしら。フェストムってさっきの光る巨人ですか？それに移動要塞ってこの島のどこに隠してあったんですか？隠してあったんじゃないわ。この島全体が移動要塞なのよ。そんな、誰がそんなものを。日本政府、いや旧日本政府と言うべきかな。旧日本政府はこの専守防衛要塞を秘密裏に建造した。フェストムばかりではなく、同じ人間たちからも隠すように。人類の文化と人類そのものを万一に備えて保存するための計画、アーカディアンプロジェクトの一部としてね。みなしろくん、あなたそのこと知ってたの？ああ。どうして、どうして黙ってたの？みなしろくん、それよりもさっきカズキ君をどこに連れて行ったの？それは…何？また何か来たの？敵襲よ。真壁君はブルクへ。みんなはここにいなさい。カズキ、急げ。間に合ったようね。はい。でもこれちょっと恥ずかしいんですけど。誰も見てないわ。気にしないでください。その服はただのコスプレじゃない。装着するとシナジティックコードの形成を促す。ファクナーとパイロットの心身をより一体化するのに必要なの。それを着ているとファフナーをうまく動かせる。おまけにあなたが負傷しても自動的に応急処置までしてくれる。すべてを言わずに着ていなさい。はい。話を戻すと、
ス A 型種が沖から辰宮島に近づいている。クスですか。そう、何か問題でも。こっちは俺しかいないんですよね。そうよ。でも探知が早かったから、まだ敵までは距離がある。戦い方を工夫すればこちらに有利な戦闘を進めることもできる。細かい戦術はみなしろ君と相談する。はい、分かったら出撃の準備にかかりなさい。辰宮島沖よりスフィンクス型フェスムが複数接近中です。マークエルフは辰宮島海岸に待機、スフィンクス型の迎撃に当たってください。辰宮島の被害を最小限にとどめ、ベストを殲滅するんだ。ベストも沖からやってくる。島に近づくまでに数を減らしておこう。そうだな。武器を取り替えたければ乾燥地点に行くといい。わかった。乾燥地点はこの辺りだ。照準の中心に敵が映っているな。敵の移動先を予測して照準を合わせるな。戦闘機がやられた。島の貴重な戦力を。やった。まずは一体。カズキ、まだ先は長いぞ。落ち着いていけ。あれも敵か。ノルン、椿が目覚めたのか。ソシ、こいつは何なんだ。心配ない、それはノルン。僕たちと同じく島を守るものだ。しよう。よし、あと一体だ。勝機が見えてきた。強気で押していこう。カズキ、お前が島を壊しては意味がない。地上の迎撃設備が攻撃を受けている。被害を最小限に抑えてくれ。乗るんか。地下が使ったのが完全に目覚めたようだな。そのようですね。彼女の助けでどうやら勝てたようだ。
マークエルフを戻せ。了解。カズキ、戻るぞ。真壁、よくやったわ。今回は文句のつけようがないわ。ありがとうございます。もっとも、毎回これをキープしてもらわないと困るんだけど。いいわね。これからも頑張ってちょうだい。はい。カズキ。ああ、そうしか。さっきはよくやってくれた。ありがとう。いや、正直言って何が何だかよくわからないまま戦ってただけだ。それでいい。それがファフナーの戦い方だ。ファフナーの戦い方？そうだ。お前はただ自分の攻撃本能の命じるままに戦えばいい。というより、フェスティムに勝つにはそれしか方法がないんだ。そうなのか。ああ。奴らは人間の思考を読んで攻撃してくる。そう封じるために作られたのが、ファフナーのニーベルングシステムだ。なんだか難しい話だな。大丈夫。考えるのは僕の仕事さ。カズキは、僕の指示に従ってくれればいい。僕を信じてくれ。わかった。宗主を信じるよ。ありがとう、カズキ。